テレビが本当につまんない。えー、くだらない番組ばっかりでね。えー、本当につまんない。はい。おはようございました。はい。今日はね。 えー、動画のサブスクのね、まあ、選び方についてね、お話ししたいなと思います。テレビが本当につまんない。えー、くだらない番組ばっかりでね、えー、本当につまんない。ということで、私もサブスクをね、動画のサブスクをね、始めました。でね、えー、自分がね、えー、動画のサブスクを、まあ、始めて、 えー、は、始めようとしたときにね、まあいろいろ悩みましたんでね、まああの、今でも悩んでるんですけど、今現在入っているのが Unext、それから Netflix、それから Amazon イム、i m それから DTB、d アニメ、えー、昨日、 NHK オンデマンドに入りました。NHK オンデマンドについてはちょっとお試しでね、えー、入ってるので、継続するかどうかはわかりません。Netflix についてもね、えーまあ、いつ他の、配信サービスに、サブスクにね、えー、変えるかわかりません。Netflix の前はね、あの、フール、フールに入ってたんですけど、奥さんがね、ドラマが大好きでね、 どうも、フールのドラマ、気になるドラマを見尽くしたらしくて、それでネットフィリックスに切り替えたようです。なんかネットフィリックスは韓国のドラマがね、充実しているらしいので、まあこれからね、えー、徐々にお話ししていきたいなと思います。 まずはね DTB です。DTB のおすすめは万人向けですね。万人向けなんだけれども初めてサブスクに入る方 DTB おすすめですね。DTB の良さはバランスの良さですね。それから入会前にも どんなタイトルがあるのか検索できるっていうのも魅力の一つなので、えー、自分に合ったコンテンツがあるのかどうかっていうのも確認できますからねお試しになったらどうでしょうか今画面に出てるのはコミックですね,コミックもね あんんまり多くはないんですけれどもコミックも読めるというかねこれは読み聞かせみたいに、まあ、声優さんみたいな人が出てきて読んでくれるんですよでその絵に合わせてね喋ってくれるんで、えー、普通のコミックを読むっていったような感じではないんですけれどもまあコミックもありますねサブスクなんだけれども最新の動画なんかはレンタすることもできますね そのレンタルする場合にはドコモが運営してるので d ポイントを使ってレンタルすることもできますね。ただあのお堅いドコモがやってるのでちょっと無フフな大人的な動画っていうのはあまりないというか全滅というか <laughs> まあそれを大人の動画を目的な方はね えー、ちょっとおすすめできないですねはい Amazon プライムビデオこちらに入られてる方は多いんではないでしょうかねかなりお得ですねもう年間うーんまあ何度か3回か4回か 送料付きの荷物を注文したらまあそれだけで元が取れますからね、えー、特に今おうち時間が長いので通販とかされる方多いと思うので通販だけでもね、えー、この Amazon プライムに入っておけば月額500円なのでね年間はもう少し50円ぐらい安くなるんですけれどもこちらに入っておけばこのプライムビデオもつくし a m a z o ミュージックも聴けるしそれからなんと a m Amazon フォト劣化画像なしで画像の劣化なしで無限に保存することができますあとね えー、Amazon ドライブっていう保存ができる、ねえー、ドライブもついてきますそれから Kindle の, kind の、ねえー、一部読み放題のーサービスが利用できます非常にお得ですねで、えー、ビデオの方もかなり充実してますのでねこれに入らない理由がないですね パソコン持ってない方もねスマホだけの方もね、えー、写真の容量に困ることがなくなりますのでねたった500円でなのでおすすめですね今画面に映ってるのはまあ本ですね、えー、Kindle の、まあ、読み放題サービスの一部が読めるということで、えー、先ほどもちらっと触れましたけれども お雑誌であるとか漫画であるとか、えー、少し専門的なあ書籍であるとかね、えー、そういったこ本がね、あのー、読めるようになりますのでね、えー、本当に何から何まで「ありがとう」って言いたくなるような、まあ、サービスですね、はい。映画が大好きな方はね もうこの「ユー u n e x t 一択じゃないでしょうか圧倒的な、まあ、作品数を誇りますんでね、えー、ここにないものはないと言っても過言ではないぐらい映画の数は多いですねそれとねあの全体的に更新も早いし新着の更新も早いし入れ替えも早いので、えー、見尽くすっていうことはね、えー、なかなか ユーネクストについいては難しいですねそれとね、えー、特徴としては2189円の月額使用料であるんだけれども毎月ポイントを1200ポイントくれるので実際,実際は989円ですね、えー、その毎月くれる1200ポイントを使って、えー、ユーネクストの中の、まあ、最新の ビデオをレンタルしたりだとかコミックもあるのでコミックを読んだり本を読んだりするといったこともできますねコンテンテツの多多さはね、えー、本当に多いですうー。アダルトビデオはないんですけれどもね、えー、ちょっと大人のムフフな映画とかねありますねグラビアビデオもありますね 名前も聞いたことがないような無名のアイドルたちなんだけれどもそういうビデオもありますねユーネクストの中にヒストリーチャンネルっていうのがあるのが嬉しかったですね録画されたコンテンツだけではなくてねヒストリーチャンネルでリアルで流されているチャンネルの コンテンツを視聴することもできますのでねこれはねじあの事前にねプログラムとか見ればね何が何時からやってるかっていうのがわかるので非常に嬉しいですねネットフリックスですねネットフリックスも UNEXT と同じように、えー、家族の中で誰かが 1>, 1人加入すれば 4ID まで、えー、アカウントを作ることができますね。まあ、それぞれがね、えー、好きなあの自分のアカウントを使って、えー、視聴することができますね。 なので何を見ているかっていうのがね、えー、他の動画はこうおすすめとして上がってきたりするので誰かがこんな映画を見てるなっていうのが分かるんですけれども UNEXT や Netflix になるとアカウントがそれぞれ別になるのでね、えー、その点はいいかな <laughs> ネットフリックスの特徴はやはりあの韓国映画に。 特化とまでではいいかないですけど、韓国とかアジア系のドラマ映画がね、えー、非常に豊富にあるっていうことではないでしょうかね、えー、うちの奥さんもまあ子供たちもそうですけど「一生懸命愛の不時着」とかね、えー、聞いたこともないようなタイトルをね見て、えー、わーわー言ってますね、えー。盛り上がってますね、家族の中では。 韓国ドラマがあ我が家にも韓国ドラマブームが来たみたいな感じですね。UNEXT には及ばないものの映画も強いですね、えー、他の動画配信サービスでないものもネットフェリックスにはあったりしますのでね映画にも少し強いような気がしますね。今ねどさくさに紛れて 映画をね、前リストに登録しましたね、まあちょっとこの動画を作るにあたって、えー、見てたらあちょっと面白そうなものがあるなあということでね、えー、どさくさ紛れに登録しちゃいましたね次は Hulu ですね2週間は無料で使えるようですね Netflix の前はね、えー、奥さんがねドラマが見たいということで、えー、国内ドラマを見ていたようですよなので国内ドラマは u l ルたくさんあるようですね。 まあもちろんドラマに特化しているわけでもなく、まあ、こちらもねバランス良い見た感じねバランス良い、まあ、コンテンツかなと思いますドラマもあり映画もあり、まあ、アニメもあり、まあ、子ども向けの番組もあり、えーまあ、バランスもいいかなっていう気がします今ね、えー、画面にはローマの休日が映ってましたけどね、えー、私今までローマの休日ってもう10回以上は見てますね。 昔の映画って良かったなっていう時はねあの時々こういう動画配信サービスでねね探ししててるようにしています、ね、これだけ動画配信サービスが普及して種類もたくさん出るようになったらねいちいち検索するのが大変じゃないですか。なので前回私の動画で紹介したワンスクリーンであるとか えー、ジャストウォッチであるとかでね、えー、動画配信サービスを横断して検索できるう検索サービスこちらでね検索して自分のお探している動画があるかないかっていうのを確認してから契約してもいいかもしれませんね。 D アニメストアですね月額たったの440円で、えー、アニメが見放題もうアニメ好きな人ならこの D アニメストア一択ですね他に選択肢はないですね無限にこうアニメがあると言ってもいいでしょう現,現クルーでやってる全アニメが あの見れるようになってますね。全アニメ、うん、分かんないけど、ほぼ全アニメだと思います。でね、えー、検索も楽しいしね、ああ、懐かしい、ああ、懐かしいとかな、なあ、俺、これ見てねえやとかね、縁があって、マイリストにパチ,パチ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 入れていったらね、えー、マイリストだけでこれ、見終わる見終わるのはいつなんだっていうぐらいね、えー、溜まってきます。もう 本当にね、えー、コンテンツは豊富なのでねもうアニメ好きの方はねこの D アニメストア一択しかないんじゃないでしょうかねうちの子供なんかはね、えー、2人とも2.5次元っていうんですか、えー、舞台俳優が出てきてお芝居するやつ、まあ、あのコンテンツもね、えー、たくさん充実してるのでね あのコンテンツをねよく見ているようですよ画面にね映ってるのが2.5次元の、まあ、コンテンツなんですけどね、えー、ド派手な衣装を着た、まあ、俳優さんたちが舞台でね、えー、アニメの世界を演じるみたいなね、えー、ことをやってますね「NHK オンデマンド」ですね はい、NHK の番組に特化した、まあ、コンテンツなので今まで紹介してきた動画配信サービスとはちょっと毛並みが違うまあ私の場合はねでもねその見たかった大河ドラマがね、まあ、ほとんど総集編だったんですね。 えー、この「国取り物語」も見たかったんですよな。なんだけれども「総集編」もう本当にね残念としか言いようがないな草燃えるもうこれもね見たかったんですよでも「総集編」だった <laughs> もう笑ってしまいますね そそうそうこの「天と地、えー」海音寺長五郎さんのね、えー、名作ですよね、えー、これリアルで子供だったのでね見れてないんですよ見たかったんですけど、ね、あこれもね伊達家騒動を、ねえー、メインとした山本周五郎の原作これも見たかったんですよリアルで見れてなかったんでね子供だったので。 全部総集編じゃないかよ、この野郎みたいな感じでね、これ騙されたよって、ちょっと、ちょっと怒ってます。総集編なんか見ても意味がないので、大河ドラマは全部見ないと、前話見ないと意味がないので、なので、まあ、あの、おそらく1ヶ月でもう解約しようかなと思ってます。これはもう、 ちょっと自分が調べなかったらもう悪いんかもしれんけどもう総集編なんて詐欺じゃねえみたいなもう DVD とかねレンタル DVD 屋さんに置いてるようなものはちゃんと配信あの全はあるようなんですけれどもねもう見たかったやつがもう全て 総集編 <laughs> 何が総集編じゃって <laughs> あだんだん血圧が上がってきた何度で、ね、もうやめますはい NHK オンデマンドはもう、えー、おそらく解約すると思いますでも民放のドラマを見尽くしたうちの奥さんがね結構あの NHK のドラマも気に入ってね、えー、見てるようなので えー、朝ドラとかねなんか NHK 独自のドラマとか見てるようなので、えー、解約はさせてもらえんかもしれないですけどねまあかんないですどうなるか自分の中ではもう見れる大河ドラマがなかったのでテンションだだ下がりですねいかがだったでしょうか、えー、初めてね、えー、動画のサブスクを選ぶ時のね参考になればあと思います はい、えー。少しでも皆さんがね、初めて、えー、動画配信サービスを選ぶときにね、迷わないようにね、えー、お力になれたらなぁと思います。はい。では次の動画でお会いしましょう。では皆さん、元気で健康で明るく過ごしましょうね。バイバーイ。